清原かたさん主演の NHK 連続テレビ小説、朝ドラ、おかえりモネ、総合、スキー土曜午前8時ほか。第16週、若き者たち、8月30日から9月3日では、引き続き、俺たちの菅波として親しまれている菅波、坂口健太郎さんが高い人気を示し、列島に、菅波フィーバーが吹き荒れた。理不尽な、災難に遭遇、百音に電話で神対応、恋の事情聴取でもじもじ、そして百音に抱擁。様々な菅波の事件が登場した同週を視聴者の声と共に振り返る。8月30日放送の第76回では、菅波にとっての災難が描かれた。百音に会うために潮見湯にやってきた菅波は、道、牧田彩かまさんと出くわす。何の落ち度もない菅波だが、やるせなさを抱えていた道に理不尽に当たられ、SNS では、秘宝、俺たちの菅波、流れ玉で撃墜、流れ玉に当たる不憫まで糸、惜しい、不憫であるほど輝き、我ら視聴者を虜にするといった感想が書き込まれた。菅波が道に当たられたその日、百音は永瀬廉さんを心配して会いに行ってしまい、菅波と百音のデートは延期に。31日放送の第77回では、百音が菅波に謝罪。百音の事情を聞いていた菅波は、そういう時にこっち、菅波のことを忘れてしまう人の方が、僕は信頼できますと応じ、惚れ直したぞ。池、波、神対応、さすが、と絶賛コメントが続々集まった。同週では、菅波がリコ、今田美桜さんたちから、恋の事情聴取を受ける姿も話題に。9月1日放送の第78回では、初めて会った時から、百音を可愛いと思っていたのかどうか聞かれ、菅波は黙秘。可愛いって思ってたの。もじもじし、天の可愛い。君、やっぱり前から可愛いとは思ってたね。もう、先生、と盛り上がった。同週のグランドフィナーレでは、菅波と百音が織りなす、ロマンチックなシーンが描かれた。3日放送の第80回では、菅波は、止めの診療所に専念するつもりであることを百音に告白。動揺する百音を、菅波は優しく抱き寄せたため、万歳、完璧だぞ、100億点、俺たちの菅波マジよくやった。コインランドリーの奇跡と視聴者も歓喜。また同回では、菅波が百音にタメ口で、どうしたの?と気にかける姿も。です。マス調ではない菅波に対して、どうしたの?こっちがどうしたの?だよ、男出してきやがって、菅波タメ口法、被弾しましたと驚きの声が続々上がった。これまで、俺たちの菅波として SNS で親しまれてきた菅波だが、第80回を迎え、ついに、モネだけの菅波と呼ぶ声も上がり、俺たちの菅波から、モネだけの菅波に、モネだけの菅波というタグが爆誕してる W、モネだけの菅波に、昇格おめでとうと祝福するコメントが並んだ。